XKSS は、イギリスの自動車メーカージャガンが1957年に、生産した2座席のスポーツカーである。1954年から製造された、レーシングカー、D タイプのショートノーズ版をベースに、一般路上向けロードゴーイングバージョンとして、製作された。エンジンやメカニズムは、D タイプと全く同じだが、日常での使用を考慮しボディ及び内装に手が、加えられていた。 外装ではフィンと運転席と助手席を隔てていたフレームが取り払われ、助手席側にもドアが設けられた。ただしトランクルームは設置されず、テール部分にはクロームメッキのトランクキャリアが取り付けられた。風防はフロントウィンドウにとって変わられ、ソフトトップも備えた。内装は快適性を向上させるべく革張りのシートが用意された。 1957年2月12日夜に発生したブラウンズレイン工場の火災により在庫もジグも消失してしまい生産中止を余儀なくされた。そのため生産台数は予定されていた25台に対し16台に過ぎない。そのため現在ではクラシックジャガーの中でも最も希少価値のある車の中の1台として知られている。 コスティーブ・マック・イーンも1台所有しており、現在その個体はロサンゼルスのピーターセンミュージアムに保管されている。2016年、ジャガーカーズは突如として1957年型、XKSS をオリジナルスペックにて追加生産、再生産することを発表した。生産台数は残りの9台の予定である。現存する何らかの車をベースにするのではなく、 シャシーやボディ、エンジンなどすべてを一から作る計画で、設計図を元にできる限り忠実に再現され、設計図が存在しないパーツに関しては、現存する車両からスキャンし再現された。価格は約100万ポンドで、驚くべきことに、これらは XKSS の新車として販売される。ありがとうございます。